水が水槽左のガラスの前ではベルーガの未来のスペシャルトレーニングを行います。こちらのイベントは本日誕生日の未来が特別に行うイベントなんですが、たくさんの方に見ていただくために座ってのご観覧にぜひご協力いただきたいと思います。またこのイベント終了後には誕生日を記念しまして、本日未来の缶バッジも準備しております。ご希望のお客様は青いロープ内にお入りになってお待ちください。それでは時間になりましたので、早速未来のスペシャルトレーニングを本日は始めていきたいと思います。今日はお暑い中、ようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。今日解説を担当しますのはベルーガの飼育係をしています森と申します。皆さん最後までごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。早速こちらのプールを見ていただきたいんですが、大きな白い動物が泳いでいますよね。このプールを泳いでいる動物がベルーガです。別名白イルカとも呼ばれていまして、体の色が白いことが特徴のクジラの仲間です。大人ですと体長は約4メートル、体重は700キロから800キロ近くにもなります。さあ、そしてこちらのプールにはですね、子供のベルーガも2頭生活をしているんですね。本日主役、本日誕生日の未来です。隣を泳いでいるのはお母さんのブレー、そしてですね、もう1頭は今奥の方で隣のプールを覗いているベルーガ、名古屋港水族館生まれの9歳になりましたメスのナナです。今日はですね、この3頭を見ながらベルーガの特徴やそして未来の魅力についても皆様にご紹介していこうと思います。さあ、早速なんですが、今日紹介したい誕生日の未来をこちらに呼びたいところなんですが、この未来まだですね、ガラスの前で皆様にご挨拶をすることがちょっと苦手なんですね。ですので、今日はまず最初に未来のお母さんにこちらにやってきてもらおうと思います。未来もですね、トレーニングやる気になった時にはこちらのガラスにも来てもらおうと思います。さあ、それでは今3階ではベルーガのトレーナーがベルーガたちを呼んでくれていますね。早速こちらのガラスに呼んでみようと思います。やってきてくれるのは推定17歳メスのベルーガで、ブレイと言います。未来のお母さんです。こんにちは。皆さん暑いですね。これそうかな、本当に。ちょっと一生懸命練習中ですが、やってみようと思います。じゃあ、ブレーキ回戻ろうね。はい。それではですね、今日主役の未来にもこちらのガラスにやってきてみよう、やってきてもらおうと思います。さあ、上ではトレーナーが合図を出しました。そして未来は右奥の方に泳いでいって、ナナちゃんと一緒にかくれんぼをしています。今日はですね、ちょっと未来たち落ち着きがありませんので、トレーニングに集中しにくいみたいですが、2頭であの岩の下で何かやっているようですね。はい、これも実は想定内なんです。今日はですね、未来が上手にトレーニングができなかった時用に、皆さん左手をご覧ください、モニターを準備しておりました。未来もですね、集中できるようになったらこちらのガラスにやってきてもらおうと思いますが、今日はナナちゃんと2頭で遊んでいますね。じゃあ、後ほど未来には気を取り直してこちらにやってきてもらおうと思います。それでは皆さん、非常に見えにくいんですが、モニターに今度はご注目いただきたいと思います。
今紹介したグレーと手前に未来がいます。さあ早速ですが、皆さん何かに気づきましたでしょうか。体の色の違いを見ていただきたいと思います。実はですね、ベルーが子供の時は濃い灰色をしているんですね。成長するに従って徐々に体の色が白くなっていく、そんな動物なんです。未来も生まれた時は濃い灰色だったんですが、本日4歳になりました。だいぶ薄くはなってきたんですが、水上から見るとまだかなりお母さんとの色の違いがわかると思います。さあこの未来なんですけれども、8月2日生まれ、名古屋港水族館生まれなんですね。オスなんですが、生まれた時の大きさはどれぐらいだったかというと、体長は160センチ、体重は60キロぐらいで生まれてきました。私とほとんど変わらないんですけれども、その生まれてきた時の様子をまたモニターを使ってご覧いただきたいと思いますが、見えないお客様もいらっしゃるかもしれません。ぜひ皆さん協力し合ってご覧いただきたいと思います。さあこちらが未来が誕生する時の映像です。お母さんの尻尾の近くから小さい尾びれが出ていますよね。そして間もなく出産ですよ。お母さんが生きていますね。そして、はい、今誕生しました。体長は160センチ、体重は約60キロ、とっても小さい体をしていますが、まず赤ちゃんがしなければいけないのが呼吸なんですね。この呼吸がうまくできるかできないかは、赤ちゃんが成長するに上では非常に重要になってきます。そして数時間すると上手に泳ぐことができるんですが、今何をしているかというと、お母さんのおっぱいを一生懸命飲んでいるんですね。お母さんも赤ちゃんの泳ぐスピードに合わせてゆっくり泳いであげていますね。さあそしてこのように常に小さい頃はお母さんと寄り添って泳いでいます。そしてですね、1ヶ月から2ヶ月ぐらいすると、このように私たちのガラスの前にも寄ってきてくれるようなことが見られました。未来という名前は、先ほどもあったように、これから先頑張って生きてほしいなという願いを込めて作られました。そして2ヶ月ぐらいすると飼育係にも慣れていて、飼育係の手を一生懸命お母さんのおっぱいと間違えて吸ったりしているんですね。お母さんが真面目にトレーニングをしている最中は、未来はまだほとんどトレーニングはできませんので、このようにお母さんに常にまとわりついているんですね。お母さんのお腹の上に乗って遊んでようと一生懸命アピールをしていました。さあこんな未来なんですが、この4歳になるまでにいろいろなことができるようになってきました。またね、続けて次の映像をご覧いただきたいと思います。最近これ未来ができるようになった種目をご覧いただきたいんですけれども、おっぱいを飲んでいる時期はですね、私たちと遊ぶだけでなかなかトレーニングができませんでしたが、4歳の今はですね、私たちとボールを使って遊んだりすることが非常に得意になっています。トレーナーにこのように尾びれを引っ張ってもらって遊んだりして、少しずつ私たちトレーナーと未来の間にもコミュニケーションが取れるようになってきています。さあ今尾びれをトレーナーが引っ張って遊んでいますよね。そして最近では餌を1日で8キロ食べれるようになってきました。お母さんのおっぱいはですね、2年近く飲んでいたんですが、未来は生後8ヶ月ぐらいから餌が食べれるようになってきました。少しずつ少しずつ増やすことによって、ようやく現在8キロの餌を食べているんですね。さあこれは最近できるようになったドラゴンスプラッシュの進化版、ボールを水と一緒に大きく投げるという種目ですが、上手に遊んでいますよね。そして未来こんなこともできるようになってきたんです。実はですね、今年の4月採血に成功したんですが、どういうことかというのを見せたかったんですが、はい、画像が上手に映りましたね。実はですね、
オルテの血管に針を刺して注射をするようなこともできるようになりました。このように歳月の合図を出すと未来がオルテを出してきます。そこに獣医がですね針を刺すんですね。皆さんなかなかこういったことがちょっと我慢できないこともあったかもしれませんが、未来はですね毎日練習することによって少しずつこういった行動にも慣れてきました。そして4月にはですね採血も大成功しました。ただこの未来まだまだ子供ですので、上手に採血ができましたが失敗することもありました。その映像もご覧いただきたいと思います。 NG 編、まずはですね獣医が私の後ろに来ると、はい、嫌がって顔を沈めてしまいましたね。未来獣医がですね大嫌いなんですね。黒い T シャツの男の人を見ると血を抜かれるというのが分かっていますので、このようにわざと仰向けになって僕は血を取らせたくないよとこういったアピールもしていますが、これもですね未来が成長してきた証なんです。さあそれではですねちょっと未来たちは落ち着いてきたようなので、またこちらのガラスに飲んでみようと思います。さあトレーニングの成果がうまく出るといいんですが、どうでしょうか。はい、早速未来に合図を出そうとしたんですが、どこかに逃げていってしまったという連絡が入りました。さあそれではここはですねお母さんのプレーに頑張ってもらうしかありません。さあそれではお母さんのプレーやってきてくれるかな。未来もですね調子がいいと同じようにガラスの前にやってきて皆様にたくさんアピールすることができるんですが、今日はお母さん頑張ってもらいたいと思います。じゃあこれ何にしようか。まずみんなにご挨拶をうんうんとしていますが、この首、ベルーガたち非常によく動きます。縦振りはもちろんのこと、横振りも上手なんですね。ベルーガたち首がよく動くのが特徴なんですが、まだ動く部分がたくさんあります。胸びれを今度は上手に動かしてもらいましょう。回転をしていますが、皆さん片っぽの手は畳んでいるのにお気づきでしょうか。こうすることによって上手に回転をすることができるんですね。そしてベルーガのよく動く部分、皆さん口もよく動くんですね。この口を使って今からすごい種目を見せるんだよね。頑張ってね。空気の輪っかバブルリングを作りたいと思います。じゃあこれ頑張ってね。よいしょ。上の方からブキョウキョウを捨てながらやっていきますよ。上手だね。本当は未来にやってほしかったけどお母さんがやってくれたんだよね。この空気の輪っかなんですが、水を大量に吹くことによって空気が絡むとこの空気の輪っかが水流でできるんですね。もう一度グレイを見せてもらいたいと思います。よいしょ。さあもう一度プレーが上の方からやってきますよ。あー上手、すごい綺麗でしたね。このリングなんですが、口だけではなく鼻でも作ることができます。いくよ。こちらのお客様の前でも見せてもらいましょう。いきますよ。天使の輪っかエンジェルリングです。よいしょ。すごいでしたね。おーすごかった。たっぷり餌をもらってきて。あ、私が見た中でも非常に綺麗なリングが今日はできましたね。さあお母さんにたくさん頑張ってもらいましたが、未来くんやってこれるでしょうか。今日は主役の日なのにもかかわらずまだ一回もこちらにやってきていませんよね。はい、トレーナーが今合図を出そうとしたんですが、やはりやる気がないということです。まあ、こんな日も動物ですからありますよね。
今日はちょっとお手つきがないようなんですが、それではですね、そろそろお時間にもなってしまいました。最後はですね、もう一度お母さんのグレーに皆様にご挨拶に来てもらって、今回のイベント残念ながら終了しようと思います。お母さん、なんともごめんね。短い時間でしたが、今日は未来のスペシャルトレーニングではなく、グレーのスペシャルトレーニングになってしまいましたが、以上で解説を終了したいと思います。ご観覧ありがとうございました。はい、グレーありがとう。この後なんですが、今日は未来の誕生日を記念しまして、缶バッジのプレゼントをご用意していたしております。今ロープ内にいらっしゃる方には缶バッジお配りできると思います。お配りする場所ですが、皆様向かって右手前方、そして後方2箇所でも缶バッジを配ることになっております。数は十分ございますので、お急ぎにならずに皆様一つずつ缶バッジをもらってください。また缶バッジの交換はいたしかねますので、ご了承ください。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。